はい、こんにちは、達郎です。さあ、本日は、ちょっと、お知らせがあります。僕が運営している沖縄ビレッジなんですけれども、単刀直入に言いますね。値上げしますっていうのはですね、現在登録者の方が110名を超しております。で、0人の時から始めて、まあ、1年と今、何ヶ月ぐらいかな、4ヶ月ぐらいですかね。で、110人まで行きました。で、0から110までの歴史をたどってきた時に、もうそれはもう沖縄ビレッジ登録するだけで得られる、特典やメリットっていうのが、それはもう何百倍にも膨れ上がってるんですね。とんでもないメリット、特典がたくさんあるので、今から入る人とそれを作ってきてくれた人っていうので、やっぱこの得られるものの量が違うんですよ。これから入る人っていうのは、今まで作ってきたものっていうのをもう入った瞬間から得られるわけです。これ僕はもうすごい得だなと思うんですけれども、ですので、特典が増えていったことによって、運営する運営費っていうのも今どんどん高くなっていって、これから入る方っていうのはにはちょっと値上げをしようかなと思ってます。現在が、月額980円です。で、どのタイミングで値上げをするのかと言いますと、150人を超したら値上げします。151人目からは1300円にします。はい、まあ、だかだか320円くらいの値上げなんですけれども、それでもね、値上げは値上げなので、ちょっとしっかりご報告をしようかなと思いまして、151人目からは値上げします。で、じゃあ今まで980円登録してた150人の人はどうなるのっていうと、この人たち、150人までの人たちは永久に980円です。これはもうお約束します。ここが値上げすることはありません。ただ151人目からは1300円。なぜかというと、もうすでに受けられるサービスとか得られるメリットがもう大量にある状態で入れるからっていうことです。理屈としてはそういう感じを、実施しようと思っていますね。沖ビレハウスっていうものを運営していたりとか、いろいろな様々な、前の動画で多分話したと思います、様々なサービスを運営していたりとかで、もうね、すでに受けられるものがたくさんあるので、ここはご了承いただければなと、思います。で、これから、始まっていくものがたくさん、僕の頭の中で始めようと思っているものがたくさんあって、もうほぼほぼ決まっているのは一つ、ビアガーデンを作っています。沖縄ビレッジメンバーだけが入れるビアガーデンを作っている。そのビアガーデンでいろいろな、またね、催し事をねやろうと思ってます。僕が個人的にやりたいのはウイスキーナイトっていうのをやりたくて、僕ものすごいウイスキーが好きなんですけど、僕がなんか選んできたウイスキーをなんかウイスキー好きな人集めて、みんなで飲んで、美味しい、なんかどうすかとか言って、なんかこのチョコレートと合わせたら美味しいですよみたいなのをちょっとやりたいなとか、あとなんか昼間にちょっとご飯作ってみんなでそこで食べたりとかね、みんなで星を見るとかっていうのをやろうと思ってます。そういう場所とかってね、なかなか実は抑えることは難しいんですけど、沖ビレに入るとそういう場所はいくつかあるので、これをちょっと楽しみにね、していただければなと思います。ですので、今沖縄ビレッジ入ろうかな、どうしようかなと、検討されている方、150人までに入ると980円になります。なので、ぜひお早めに、151人目からは、1300円になりますので、ご了承ください。はい、ということで、今回の動画ちょっと短いですけれども、ご報告の動画になります。ぜひ検討してください。さよなら。